俳優の松岡真宏が大阪城ホールで12月1日に開催される年末恒例の音楽イベントサントリー1万人の第9の司会を務めることが決まった。ゲストピアニストには亀井聖矢が登場する。サントリー1万人の第9は1万人がベートーベンの第9を合唱するコンサートで、年末の風物詩として今年が42回目。総監督指揮は佐渡裕氏が26年連続で務める。